前回のあらすじ。皆さんこんにちは。ゆっくり悟りと、雰囲気がもうやばそう。ゆっくりおりんなのだです。さて新しいレベルに来ましたが、このレベルは見たことないですね。どこなのかしらねここ。まあとにかく探索していきましょう。ないよ、おじめんないよ。もうこの時点で道ないじゃない。ここに落ちたわけですか。なんてこったい。これは落ちたら助からないわねー。でも下に足場あるんですよ。え、いやいけるっしょこれ。無事に着地すれば。はい死にますよと。当たり前でしょう。じゃあおとなしく外縁調べますか。最初からそうしてもろてね。で、何かありますが。カメラね。何か撮影するのかしら。それらを研究するには、より多くの証拠が必要だ。ですか。なるほどなるほど。つまりこのカメラで証拠を集めてこいと。証拠って何なのかしら。わかりませんが、パソコンの台数的に6個ありそうですね。あとはカメラか。証拠に関するヒントあるかしら。ここに誰かいるかって写真がついてますね。誰かいるかってことは、ここにいる何かを写真に収めればいいのかしら。とりあえず適当に撮ってみました。何か変化あった？いやー、今のところ変わったところは、この機械を使って下に降りるのかしら。で、下に何かいると。そういうことか。あれ？でも下がらないわね。証拠をするために何かしないといけないんですかね。あれれ？なんだ？何をすればいいんだ？あ、普通にレバーあるじゃない。普通に見逃していましたね。さて、じゃあ証拠探しね。なんですけれども。何か特別なオブジェクトがあるのか、塩基地がいるのか。行けばきっとわかるわよ。何か見えてきたし。円形の通路ですかね。あ、写真と同じ文字が書いてあるわよ。しかし撮影できそうなものはありませんけれども。てか止まらずに降り続けてるわね。通過する時間内に見つけろってことかしら？んな無茶な。今度は青い通路ね。これも円に沿って道があるのか。パッと見た感じ何もいないんですけれども。で、また止まらなかったわね。ですね。まだ通路があるのか。待ってヒント表示されてるわよ。え、じゃあやっぱりこのエリアで何かできるんですかね。まだわからないわね。ここも止まらなさそう？普通に通過しましたね。まだ下があるのかな。とりあえず一番下まで降りましょうか。了解です。こうやって見るとだいぶ下ってきましたね。一体どこまで行くのかしら。あ、止まった。どこかに着いたっぽい？多分奈落に着きました。到着だー。普通に死にましたけれども。当たり前でしょう。だって着いたじゃないですか。多分何かが欠落してるのよ。何か操作できるんじゃない？検証したいのは山々ですが、とりあえず第一エリアに降り立ってみましょう。そういえば円形通路って行けるようになってるのね。わざわざ飛び出した通路用意してありますし、とりあえずこれ取っときましょう。特に変化なかったけれどもね。写真と同じ場所を撮るのかと思ったのですが、違うんですかね。で、足場降りていってるわよ。つまりここで何かしらの収穫がないとこの一般調査隊員くんの死が無駄になるわけですね。勝手に殺さないであげて。残念ですが、どうあがいても上にも下にも行けないのでもうこの子に未来はありません。んな残酷な。というわけでしばらくぐるぐると回って何かないか探してきます。何もありませんでしたけれども。やることがわからない問題。じゃあ戻ります。リフトははるか下にあるわよ。ワンチャンジャンピングしたら死を回避できたり、この高さを。さっきは死ぬしかないみたいな言い方しましたが、実は落下して下の通路に着地できる説。はい、ボーン。愚か者の発想ですね。あなたの発想よ。あれ？ PC ついてる？写真を撮って何か変わったのかしら。ここに写ってるのって。最後に撮った写真ですが。え、カットシーンで適当に撮った写真が正解だって？んなアホな。じゃあ次は真ん中の通路行ってみますか。何かヒントが転がってるかもしれませんし。そうね。いろいろ行ってみて検証しないと。一応検証も兼ねてもう一度フリーズヒアーの写真撮っておきましょう。そうね。何か変わるかも？変わるといいんですけれどもね。はい、チーズ。やっぱり変化ないわね。やること間違ってるのかな。やって別のことに気を取られてたら通り過ぎちゃった。あなたねー。じゃあ3番目の通路行きましょうか。よく見たら一番ヤバそうな通路ですけれども。いつか行くことになるだろう通路よ。まあそうですけれども、やって通り過ぎる。お、え、何奇跡起こった？奇跡起こったっていうか絶望の延命しちゃった感じじゃないですか。これ、どうするのよ？ワンチャンにかけて周りを回ってみる。お、意外とうまくいって、さて次こそ青い通路行きますよ。オーケーよ。今度は乗り過ごさないようにね。イージーですね。リフトは下がっていっちゃったけれども、まあいいんですよ。
とりあえず何かないか周りを回ってきます。ん？ロッカー？隠れられる。ロッカー？いや、そんなことはない。ロッカーもただの雰囲気を出すためのオブジェクトだって可能性も十分にある。そうだといいのだけれどね。結局何もありませんでした。はぁー。何してんだこんなとこで。はぁー。まさかですよ。うん、このレバー、操作できる？あ、ちゃんと昇降もストップもできた。これまで落ちていった調査隊員くんの魂を返してください。これに気がつくまでちょっと時間がかかったわね。マジか。でもこれでいちいち死ななくて済みますね。一般調査隊員くんがこれ以上犠牲にならないことを願って。安心してください。私はもうこのゲームのプロです。正確に言えばプロと言っても過言ではありません。なのでもうこの調査隊員くんが死ぬことは、絶賛停止中よ。もうちょい期間なのでね、とりあえずリフトまで。リフトまでたどり着けば勝てる。はい、いやもう楽勝ですよ。私の勝ち、もう死なさないんじゃなかったの？あれは罪です。レバー下げるには前進するしかありません。てなわけで第3エリア初上陸です。おそらくヒントの通りスマイラーくんがいるんでしょう。おお、早速いるわね。カメラで撃退できるっぽいんですが。撮影しないといけないんですかね。わからないけれど、この蔓延状況から見ていちいち撮影してたら間に合わないわよ。ですよね。一旦退却しましょう。てなわけでリトライです。スマイラー君の大群をどう切り抜けて探索するか。とにかく全力で突っ走るとか。確かスマイラー君って足はそんなに速くないんでしたっけ。そうそう、だから裏取りにさえ気をつければ問題はなさそうね。こういうね、こういうのに警戒をね。全力ダッシュ作戦で切り抜けて探索しております。なんでお前がいるんだー。出たスマイラー君とスキンスティラー君のデスコンボ。どっちかだけでも難しいのにどっちにも警戒しろって。スキン君に見つかったらロッカーに隠れないと罪なんじゃない？いや、リフトまでは来ないと踏んでおりますってか。来るなぼっち。そうですよね、知ってました。やかましいのに追いかけられています。こいつの守備範囲広いから大変よね。探索が進まないわ。マジで勘弁してほしいんですけれども、この機能の低さだけが救いですよ。ロッカーまで開けてきたらもう絶望よね。もしアプデでそうなったら、こいつとのチェイスが始まった瞬間に死を覚悟しないといけなくなっちゃう。それはそうね。この野郎撮影してやります。二度と出てくるんじゃないですよ。さて帰ろう。ここでチェイスとはハウラーちゃんもついてないですね。あとはリフトに乗って逃げるだけのお仕事ね。バイバイ。おばかー、なんか下がってる。どこ行ってみよう。やっぱりカメラに引っ付いてる写真怪しいですよね。どう考えてもこれよね。ちゃんと撮影してみよう。あれ、変わった。なるほど、引っ付いてる写真の景色を撮影してこいってことか。ようやくやることがわかったわね。じゃあ探しに行きましょう。あったあった、これですね。あ、この廃車は青いゾーンで見たわね。じゃんじゃん行きましょう。どこだっけな。ハウラーさん。やべえ、何してんだ。多分みんなそう思ってるわよ。あ、これは終焉のやつ。見つけた、これだこれ。ハウラーちゃんを撮影しろですって。なかなか鬼畜なこと言いますね。安全第一で撮影しましょう。というと、ロッカーに逃げ込んでハウラーちゃんが諦めたところを背後からパシャリです。なるほど、確かにそれは有効かもしれないわね。いざ尋常に勝負。撮影には成功したけれども、何このみたいなやつ。コッパやって、こんなところにいたのか。リフトまですぐそこよ。頑張って。安心してください。もう楽勝です。あとは上昇して。間に合わなくない？ははは、今回は死ぬのか。順調に PC ついてるわね。各エリアに2個ずつなので、君は3番目のエリアにあるんでしょうね。早速撮影しに行くわよ。あいあいさー。とりあえずスマイラー君に警戒しまして。ガチで難しいって。止まったら焦点する恐怖。さっさと君見つけて撤退しましょう。あー、やっと見つけた。早く写真を。
よし、一旦撤退します。最後の一枚はスキン君だったわね。死んでも進行度引き継がれるんで相打ちでも撮影に挑みます。よし、頑張ってね。来た、私をよく覚えておくことです。私は一流の調査隊員君、命に返せ、貴様を写真に収める。これ、どうなったの？見てみましょう。どうなったのか。あ、ハッチが開いてる。無事に攻略できたようですね。さっきの調査隊員くんのことは一生忘れません。まあそれは置いておいて、これでこのレベルはクリアなのかしら？置いておかないで。多分クリアですね。PC の画面も全部映ってますし。スキンくん体の中撮影してるじゃない。ガバガバですが撮影判定なのでよし。ではこのレベルとはお別れですね。上昇したら、次はどこに行くのかしら？わかりません。アンチだったらいいな。にしてもこのレベルも難しかったわね。特に第3エリア、2種類のエンチテを配置されると難易度爆上がりですね。そうよね。とにかく突破おめでとう。まあまだレベルから出られるとは限りませんけれども、もうしばらくリフトでのんびりしておきましょうか。はい、到着です。なんだか自然っぽいですね。ふむ、こんなレベルあったかしら。さあ、まだ全貌を見てないので何とも言えないですね。このドアは、開かないか。こっちは、なんでしょうこのテレビ。ホワイトノイズが映ってますけれども。何か言ってるわね。うん、わからん。内容が気になるけれどもまあいいでしょう。次行くわよ。お、落下してってことですよね。になるわね。覚悟を決めなさい。行きます。うわぁ、ここはまさか。地球、帰ってきたの。やった。やったと。そんなのって。でも見て、すべてのエンディングをアンロックできるかどうか、完全版リリースをお楽しみにって。分岐も、ある？完全版が出たらやってやりましょう。調査隊員くんと共に脱出を。そう？ですね、みんなでまた地球の青空を拝みましょう。というわけで長きにわたるザ・バックルームズでの戦いはここまでです。次は完成版でお会いしましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。
始まる。